はい、松代の皆様、松代出身の皆様、そして松代をこよなく愛してくださる皆様、そして全国の皆様、こんにちは。6月25日、しゃべくり松代の時間です。はい、ちょっと声が大きすぎますね。はい、わかりました。今日はですね、これから第400回の特別番組です。通常は7時から7時15分までの15分間なんですけども、今日は特別番組ということで1時間を予定しております。どうぞですね、いろいろお盛りだくさんに用意しておりますので、最後までどうぞご覧ください。改めまして、私松代テレビ局の宮坂です。どうぞよろしくお願いします。それでは今日ですね、こっち出演しております松代テレビのメンバーをですね、順から自己紹介でお願いしたいと思います。それでは清水さんからですか、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、皆さん、400回記念、しゃべくりますしろなんですけど、本当におめでとうございます。私も100回近くからで、300回ぐらいここへお世話になったりいろいろやってるんですけども、しゃべくりが下手なもんですから、なかなかお役に立てなくて本当に弱っています。少しでも皆さんと馴染んで、うまくしゃべれればいいなということをいつも思ってるわけなんですけど、どうぞこれからよろしくお願いいたします。はい、次は、はい、はいはい、こんばんは。いつも配信の方を担当してます酒井です。私もですね、清水さんと同じ100回くらいから、こちらのメンバーに加わって現在に至っております。あまりこう MC の方はやってないんですけれども、これからですね、機会があればやっていきたいと思います。松代テレビはですね、ユーストリームから YouTube へと配信されてますので、世界中の人に見てもらってですね、今インバウンドで外国の方がね見れていますけども、もっともっと、来ていただいて松代のことを知っていただきたいと思います。以上です。はい、次は、はい、伊藤さん、お願いします。はい、アップして、はい、皆さんこんばんは。久々でございます。たくさん荒の空いたお菓子と女性が苦手な、ファンキー伊藤でございます。今日はこんな髪型なんで、マルガリータ伊藤ということで今日一日お願いしたいと思いますけれども、今日は400回記念ということで、皆様ご苦労様でございます。おめでとうございます。今日はよろしくお願いいたします。はい、次は尾松さんですか。はい、はい、尾松さん後ろにいる。あ、尾松さん、はい、尾松さん、はい、400回おめでとうございます。私もこの400回までね、頑張ることはちょっとできないかなと思ったんですけど、ここまで80歳まで頑張ることができました。これからのね、この間の皆さんの、力を借りましてですね、頑張って、カメラをですね担当していきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、お願いします。もうちょっとアップにしてもらっていいんだけど、いつも映らないです。これもいっぱい、うん、いっぱいです。はい、いいですね。いい、改めまして二本松です。よろしくお願いします。今日は400回ですけれども、一つ自慢がありまして、400分の390回はこのスタジオに来ていると。飲み会もありません。あ、違う、あった俺じゃないよって顔してるよ。多分一番多いと思いますけれども、私が仕事の関係で月曜日が定休日なもんですから、月曜日に、やってくださいということで言った以上ですね、やっぱり私が休むわけにいかなくなっちゃって、まあ、オペレーションやってます。で、今日はこの3人オペレーションこう、いい位置で座っておりますので、もう少し経つと多分福井さんが来るとは思いますけど、4人で技術の方を担当してます。まあ、これからもよろしくお願いしたいと思います。はい、高山さん、はい、はい、お願いします。高山です。400回本当におめでとうございます。
まあ、あの立ち上がった頃のことをまた後ほど丸田先生とお話をしたいなと思ってるんですけども、まあ、白の発信がですね、発信力が弱いといったような中でもって、やっぱりこうユーストリームを使った PR といったようなことをですね、立ち上げて、まあ、400回になったので本当に素晴らしく思います。後ほどまたお話しさせていただきますので、よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。はい、じゃあ続いてお願いします。うん、あの長尾です。あのこの度400回記念誠におめでとうございます。はい、おめでとうございます。私はあのこの番組であの何回か出させていただいて、松代について多くの方に知っていただきたいことをあのお話しさせていただいて、大変ありがたい番組だと思ってます。またあの来月も、松代駅舎についてお話の機会をいただいたということで、本当にあの松代において貴重なあの、メディアの発信機関であるということで、今後ますます あの発展をお祈りして、私もあのご協力できたらなと思っております。ありがとうございました。はい、三田でございます。あ、先生こんにちは。お疲れ様でございます。真っ白テレビもですね、400回っていう形で今日なりました。でですね、まあ、色紙ですね、今までの色紙がこんな形でたくさん並んでおります。はい、今日もまたこれでもってね、サインしていただくような形になりますけれども、まあ400回って、まあ、毎週毎週ね、みんなで、パーソナリティをやりながらっていう形でやってきたんですけども、やっぱり松代にはいろんな方がまだまだいるねっていう形ですね。探すには大変ですけれど、なんとかまた頑張ってやっていければいいかなっていうふうに思ってますんで、よろしくお願いいたします。はい、須藤さんですね。はい、今日は皆さん本当に400回の放送おめでとうございます。ありがとうございます。私は松代テレビ局の皆さんの中に混ぜてもらってるんですが、実は2年ほど前まで長野市が放送エリアのケーブルテレビで働いておりまして、でその2010年に松代テレビ局さんが立ち上がった時からご縁があって、あの取材をさせていただいておりました。今日久しぶりにこうやって皆さんにお会いできて、皆さんお元気でまたパワーアップしていてとても嬉しいです。これからも皆さんにもあの皆さんの活躍も期待したいと思います。今日は本当におめでとうございます。はい、それでは丸田先生よろしくお願いします。ご挨拶をお願いします。まあ、ちょっと待って、あ、ちょっと丸田先生ちょっとお待ちください。すいません、はい、まあ、いろいろ生放送なんでいろいろね、トラブルが起きましてですね、丸田先生今映ってないんですけどもね、ちょっとお待ちください。丸田先生声だけいきますか、はい、ね、声はいいんでしょ先生、声は聞こえますか。丸田先生、聞こえます、はい、あ、そうですか。ちょっと映像が流れないんですが、あの、あ、来ました、来ましたかね、ちょっと斜めなんですけれども、すいません先生、また先生に怒られてしまうかもしれませんね。生放送準備が悪いようだってね先生にまたお叱りを受けるかもしれません、ちょっと斜めになってますけど先生、あの映ってますんで、ご挨拶のほどよろしくお願いします。あの丸田でございます。400回ことにおめでとうございます。まさか400回目に私があの出てるとはですね、当初はあの本当にできなかったら本当にあの嬉しい限りです、今はですね、東京清水から私の会社からですね出させてもらっています。ちょうどまた、少しお話ができたと思います。よろしくお願いします。ありがとうございます。それではですね、やはりね先生、先ほど申し上げました生放送でちょっと技術的に今トラブっておりましてですね、こういうことがねいつもあるんでね、またあの、パワーアップしてねいきたいと思っておるんですけども、また先生ご指導よろしくお願いしたいと思います。それではですね、まあ最初からですね、その、反省と今後の展望なんて思ったんですけども、だいたい今日なんかね、今日失敗したの反省しなきゃいけないんですけどもはい、それでですね、とりあえずですね、そちらの技術の方からね、お話をしていただこうと思ったんですけども、もうあの向こうが、ね、もう、みんなでねあっち行ったりこっち行ったりしておりますんでそれでは、はい、それではですね、
宇須田さんからね、旧姓宇須田さんね、現在は結婚されまして斉藤さんになっておりますけれども、斉藤さんというよりは宇須田さんの方がいいですね。どちらでも呼びやすい方でお願いします。宇須田さんが呼びやすいです。私も宮坂さんから宇須田さんの方がなんかしっくりくるかもしれないです。はい、ありがとうございます。それではね、私ね、宇須田さんというと私ども松代テレビ局の、第1回目 の、 その生放送の時にですね、真田邸のオープン記念ですね、そこを、生放送をやりました。あそこは大失敗しましたですね。あの時に、まあ、先ほどおっしゃっていただきましたけれども、宇佐さんケーブルテレビのリポーターということでね、おいでいただいたんですけれども、大失敗してみんな松代テレビのスタッフみんな落ち込んでがっくりしている時に、なんとこの宇須田さんはね、今日失敗しましたね、宮坂代表今のお気持ちどうですか？これやられましてね、あれはね声出なかったんですよ。ということでね、仕返しに宇須田さん今のお気持ちはどうですか？あの、はい、本当に今のこうやって今までこう皆さんのことを取材という立場で見させていただいて取材させていただいてたんですけど、今日一緒に座らせてもらってすごい緊張しててさっき自己紹介も声が震えて、本当にあの時は申し訳ないことをしたなって思うんですけど、多分私も必死だったんだと思うんですけど、でもね、当時の取材メモをちょっと今日皆さんにお会いするということで振り返ってみると、はい、宮坂さんがこう涙を浮かべながら、そうですか、やっぱりこんなはずじゃなかったって喋ってたって言うんですけど、はいはい、いやもうすごい今光景もずっと覚えてるんですけども、はい、でも多分宮坂さんはあのインタビューに答えてくださって、答えました。もう今答えてくれました。泣いてませんでした？泣いてなんかオロオロしてたなんで笑うんですか？本当にね、うん、本当に私も鬼のようなことをしてしまったと思って、ね、私はあの時に宇佐さんが鬼に見えましたね。本当ですよね、はい、本当この場を借りてすみませんでした、はい、でももう今はもう本当にもう大 MC さんとして活躍されているのでもう良かったことにしてください。また頑張ってください、はい、いいですか？はい、それでは次三田さんどうでしょう、うん、さあ反省と展望は反省、ね、ないですか？反省っていうかね、まあ、みんな一生懸命やってるからね、うん、三田さん失敗したらね、生放送で前通ったりね、そういうのもありだ、ね、うん、はい、でもそういうのもあって楽しいじゃない、ね、でもね、楽しくやられてるのが一番いいかなって思ってますね、はい、でやっぱりいろんな人を呼んできてやっぱり楽しくお話を聞く、ね、そういうのもやっぱり必要だねっていう思いでやってると皆さん楽しいじゃないですか、ね、はい、悲しいっていうのはあんまりなくて、はい、みんな聞いていると、まあ、頑張ってるよ、こういうふうにやってるよ、ね、でその我々が知らないようなものをやっぱりここでもっていろんなお話を聞きながらその裏側を知るってことはやっぱりね、楽しいなって思うのね、はい、だから、これからもそういう話はねやっぱりやっていければいいかなっていうふうに思いますね。あ、そうですか、うん、はい、わかりました。先ほどいいですか、こちらの方丸田さん、もう一回、じゃあちょっともう一回だけ、完全な、画像が出たところで映せますか？あ、映ってます。丸田先生映ってますか？はい、映りました。先生、これが本来の画像でございます。先生、もう一回、ちょっと簡単にもう一回、先生、ラモホースですのでね、すいません。もう一回、その、はい、ご挨拶を。はい、はい、丸太です。松代テレビ局の立ち上げに少し関わっていました。8年前ですね、400回おめでとうございます。今、東京の教育長から参加させてもらってます。後ほどまたお話できて、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。はい、それでは皆さん終わったんで後ろの方行きますか。反省と展望は何かありますか？特にいいですか？加山さん行きますか？はい、反省と展望。反省と展望、はい、そうですね、まあ、やっぱり当時8年前って、まあ、本当に52回1年間に52週ですか、1週ですか、かける 8だから400回、すごいですね。で当時の立ち上げた頃の丸先生のご指導をいただいた時の流れとしては、まあ、まさかこんなにもね継続して
本当に番組が続くとは思ってなかったかというふうに思うんですけども、でもまあ今思ってみるとやっぱり当時はユーストリームというね新しい最先端ののが日本に上陸してきた間もなくですよね。あれをこう私どもが手に入れられることができたっていうのがもう全てかなと。でそこにうまくホームページと載っけていただいて、そこにこう継続的にアーカイブで持ってその画像が乗っかって後で見れるという仕組みを作っていただいた丸田先生、これがなかったら多分まあ書店局も今はなかったっていうか立ち上がりもできなかったかなと思うんですけど、そこにみんなが結集してきてくれて本当に素晴らしいなと改めて思います。はい、はい、ありがとうございます。はい、二本さん。私ですか。はい、そうです。マルガリータ伊藤さん。出番少ないんだから。はい、あ、伊藤さん。はい、マルガリータ。はい、400回も苦労された大先輩の前で私が言うのもおがましいんですけど、すいません、最近ずっと、こちらの方の、パーソナリティとかですね、休んでおりまして、よく考えましたら一昨年ぐらいに松代中学校の生徒会の方に来ていただいたのが最後かなと思います。本当にご無沙汰しておりまして申し訳なく思っています。それが反省ですね。で、まあ、今後の展望としましてはまた500回はまあ軽く超えると思うんですけども、555回の時にイケイケゴーゴーゴーということでまた別に番組を作っていただければ楽しいかなと思いますのと、また女性とかまたお子さんですね、あと松代に外国人の方、外国をルーツに持つ方もいらっしゃいますので、そういう方に出ていただいたりとかって、そういうことも、できたらなと思います。ありがとうございます。はい、どうも。はい、ですね、宮坂代表忘れてることがありましてね、小松さん、こっちのペッパー君映してください。あ、これね。はい、あ、これ重要なメンバーで、今ね、ちょっとお休みしてます。がっくり来てますけどもいや、これは主役はここじゃなくてその下なんですが、はい、その前にありますこの色紙なんですが、399回分、今日400回だからね、はい、400枚ないですよ、399枚ですよ何センチだっけ、さっき、150センチぐらい。違う、そうです。そんなに、さっき実測がね、そう、68センチ、うん、ぐらいなことをさっき測ってありました。160、これ何、三田さん、何のために出したの、知りません。161回しゃべくりましょう、日本一の歌の町。あ、たまたまね、あ、清水さんがパーソナリティやね、やったやつですから、これだけの番組終わった後にね、色紙を書いていただいて、これも一つのね歴史になってます。このうちの6枚7枚くらい私の入ってますかね、ね、はい、はい、いうことです。それから宇佐田さん、いろいろありがとうございます。 お忙しい中、はい、200回の時に、まだ現職で取材に来られてます。そうですね、ほうって覚えてないですか。ありがとうございます100回200回と、お邪魔させていただいて。そうですね、そうなんですか、はい、ありがとうございます。今日のメンバーはね、この400回迎えにあたって当然100回200回300回みんな見てるとは思いますが、見てないですね、見てないですね200回私メインパーソナリティやったんですが、覚えてないですか。ないですね。で、300回はちょうど真田丸の、年だったかな、うん、そうですね。それで小松姫お二人と、甲冑隊の山本さん代表で来ていただきました。今日甲冑隊の朝日大将がちょっと所用で来ておりませんので、ですけれどもね、そんな状況でございます。はい、三田さん、さっきのリーダーの長のやつ説明やる。あ、皆さん、それじゃあお願いします。バトンタッチしますね。はい、でも、なんか、はい、出ます、はい、出してくれる。それでは、はい、出してね。あ、でもさ、はい、こういうのもちょっとやってくれていい。今時間あるから、ちらっと見て。これをあれですね、真っ白の人ばっかじゃなくて、真っ白にね、たまたま来たね、イギリス人だことかな。あ、これか、うん、はい、その人がね、来てね、泊まるとこないって言うんで、伝承館に泊めていただいて、泊めたんですね。で、その時ちょうど、なんていうの、しゃべくりマスルやってたので、ぜひ出てよって言って、出てもらって、こういう色紙を書いてもらってね、うん、こういったことも
まあ、臨機応変に終わらせれば ね、できるかなっていうのがありますね。はい、はい、ということですね。はい、わかりました。はい、はい、じゃあ、はい、まあね、私どもね、真っ白テレビ局構想が始まったっていうのがね、22年4月っていう形ですね。で、6月に開局になって、7月にこれ、祇園で生放送やったのね、うん、ここじゃなくて、向こうのね、別なところでやりました。はい、で、11月にしゃべくりますよ。これも、しゃべくりまっしろっていうのも、どういうふうにすればいいかっていう話がありましたよね。で、なんていうかな、いろいろ考えた結果、まあ、軽くできるようにみんなでしゃべくって、ね、いろんなことをできればいいねっていう形で、しゃべくりますよという形で始まりまして、現在これから23年24年今30年という形ですね。でこれで400回という形です。でその後ですね、その前にね、このあれですね、住民ディレクター養成講座みたいなのも作ったり、その後ですね、ここでもって、十万石祭りにも出たりとかっていう形ですね。いろんな形が出てまして、後で私どもが何ですかね、26年の3月18日一般社団法人のデジタルメディア協会よりですね、これちょっと次のめくっていただくとあれなんですけども、これですね、リージョナル賞受賞という形になります。まあ、これもですね、私どももあんまり何ですかね、自分たちからこうやるってあれじゃなくて、あれも信越郵政局でしたね、あそこでもって申請何ですかね、申請していただいて、こういったところを見ていただいて、宮坂代表東京まで行っていただいてですね、はい、行ってまいりました、受賞 をしてきましたという形です。これが作品名、高齢者によるインターネットテレビ局の運営素晴らしいねで、これちょっと笑っちゃうんだけど、みんな高齢者になっちゃってるよね。もうだけども、やっぱりこれ引き続いて400回やっちゃってるっていう形ですので、まあこういう賞をもらっていただいてですね、もらうことができて、まあ励みにもなったですよね。ですね、うん、はい、だからまあこれも引き続いてやっていければいいかなっていうふうに思いますので、はい、よろしくお願いいたします。はい、ありがとうございました。はい、三田さん、はい、こちらの旧姓臼田さん、今の斉藤さんね、うん、先ほどね、私、うん、本当に失礼なことを申し上げちゃって、うん、本来のね、うん、展望と、うん、これからのことをちょっとお話しいただかなかったんで、うん、もう一回ちょっと、うん、はいはい、ね、斉藤さんにお願いします。はいはい、本当今こうやって歴史を振り返って三田さんがくださいましたけど、私も本当に最初皆さんスタートして、本当最初生中継からどうなっていくんだろうってすごく楽しみというか期待を持ちながら、あ、でもね、なんかすごいもうなんかもう松代の本当お父さんたちに会いに来るみたいな勝手に思っていて、来れば皆さんにお会いできるっていうのが、まあ、仕事できてたんですけど嬉しくてで、しゃべくり松代がスタートして、私その後印象に残ってるのは長野電鉄八代線の廃線、はい、を、なんとか止めたいっていうことで皆さんでプロジェクトを立ち上げられたり特別番組をされたりっていうのがすごく印象に残っていて、あ、こういうことってやっぱりその場所に住んで暮らして利用してる人じゃないとできないことだなと思いました。本当にもし本当に一般の放送局の人たちが伝えるってなると、こんな風に自分たちの思いというかを強くは言えないですし、だからそういうのがこの廃線の存続したいっていう時のプロジェクトの時に、あ、これが住民の皆さんたちが自分たちで自分たちの地域のことを伝えるっていうことの良さというか力なんだなっていうのをすごく感じて、本当に私もすごいなっていうふうに思いました。これは本当皆さんじゃなきゃできないこと で、その後住民ディレクター講座を開かれたり、もうこう先進的な事例だっていうことで視察の方が来たりっていうこともあって、でそれ先ほどのリージョナル賞をもらった時に本当私も嬉しくて、東京までは行かれなかったですけども、宮坂さんに当日のお写真いただいたりしてお伝えさせていただいたんですけれども、もう反省っていうのはちょっと私が言うのはあれですけど、もう一つ一つが皆さんのやってきたことがこう新し
いなっていうふうにすごく感じましたし、だからその本当に楽しいこととかを伝えるのももちろんなんですけれども、この住民目線の地域の課題とか、問題に感じていることとかをこう投げかけるような放送っていうのもすごく大事なんだなっていうことを思いましたので、楽しいものとこう自分たちが思っているこれこうしてほしいんだしてほしいんだっていうのをどんどんこれからもこの放送を通してぶつけていってもらえればなと思います。すみません長くなっちゃいました。いや本当にね力になりますね、そうに宇佐さんに、ね、おっしゃっていただいてありがとうございます。それでは丸田先生、あいいですか、加山さん、はい、先生のお話よろしいでしょうか。うんうん、では関連でね、加山さんお願いします。今宇佐さんがお話しされたことっていうのは丸田先生が設立当初からこう提案というか提起してきていただいた問題かなというふうにことはすごく感じましたね。やっぱりこのマスメディアっていうことに対する本質的な意味は何かというふうな問いかけを常に丸田先生されていただいたと思うんですけども、そういった面でこの社会的な課題に対してどういうふうに住民が思ってですね、どう切り込んでいくのかといったことの発信力っていうことが非常に大事だよってことをずっと先生提起していただいてきたような気がするんで、その辺どうでしょうかね先生。ありがとうございます。まずはそのインターネットテレビ局って情報発信の力が試されるといいますか、メディアが手に入ってまずは地域の自分たちの情報を日本とか世界に発信するというそういうところが大事なんですけど、それをやっていくといいますか、そういう情報発信の力を個人が見つけると地域メディアとしての力が出てくるというのは、これが多分インターネット放送局、フリーインターネット放送局の最大の特徴なんじゃないかというふうに思って、今話聞いてるとこの配線ですか、S 線の配線の時にまさにこの社会部の宇宙テレビ局がそういう役割を果たしたということなので素晴らしいなというふうに断ることに問題が起こったときにですね、この、情報発信の力がメディアとしてこう生きてくるというんですかね、そういう道具をもちろんお持ちになっているんではないかというふうに改めて思いました。はい、ありがとうございます。今ですね、もう廃線になってから6年目になるんかしらね。で今真っ白の駅舎だけが残ってるんですよ。で駅舎をですね、なんとかこう将来的に残しながら活用できないかというプロジェクトをですね、夢空間等でもってやっているんですけども、そのこともですね今発信しようということで今日はその中心になってやっていただいている長尾さん、設計室の長尾さんに来ていただいているので、ちょっと長尾さんの方から一声かけてもらっていいですか。はい、じゃあ松代駅についてちょっとお話しさせていただきます。松代駅はもう廃線になって久しいんですけれども、一見するともう100年近く経ってる建物でちょっと見栄えはしないんですけれども、開業当初の、ね、写真を持ってまいりました。こんな感じでしたね。約100年前の大正モダンの、素晴らしい、デザインで、これが当時いかに新しかったっていうことで、比較対象でね同時代の、町並みの写真を持ってまいりました。ちょっと、はい、これがそうですね、これでこれがこの町歩きセンターの隣の、八田さんのお宅になります。これ大正時代の、松代の町並みです。で全く同時代にですね、ごめんなさいね、この洋館の駅舎ができたんですね。いかにそうですね、白鳥がこう舞い降りたような、新しさがあったと思います。今この、外観がだいぶ隠れてしまってるんですが、復元再生することによってこの姿がよみがえると、そうするとまた松代の新たなシンボル、観光名所になることは間違いないので、これをなんとか保存継承復元していくべく皆さんと今頑張っている最中です。
またご支援ご指導等いただければと思います。よろしくお願いします。というようなことでですね、安松先生、こういったその土地土地のですね課題についてやっぱ発信できる場がこのまさしく真白テレビ局であり、こういう場がなければですね、なかなかその情報っていうのがこう地域にあるいは全国に伝えきれないというようなことでもって、ますます多分この真白テレビ局の持つこう本質的な意味合いっていうのはものすごく重要になってくるかなってことをすごく感じているんですけどね、いかがでしょうかね。私が言うまでもなく、もちろん歴史の堆積した非常に歴史深いというか、歴史が地層のように堆積している、町で、それが実際現代ところが歴史がこう入り混ざっている非常に、面白いというか魅力のある町、ですと。でこれをですから動かすという活動を加山さんされているわけですけども、そのプロセスというのは非常に興味深くて、歴史を非常にこう大切にするというか、それ以上に歴史に対する深い理解を まずはやってのけて、その上で現代にどういう、そこがもう一貫しているというのをいつも驚かされています。今回の歴史の件も多分そういう文脈できちっと復活再生をさせていかれるんだろうなっていうのは大変興味深いんですけども、でさらにこう面白いなと思うのは、こういう活動が多分このマッチルテレビ局によってですね、あちらからこちらからといった多方面で取材をしたりしながらアーカイブとして残っていくっていうことだと思います。でこれが改めてページを見させてもらうと、そのアーカイブの量に圧倒されるんですね。で多分先ほど写真をサーブで見せていただきましたけども、100年とか200年とか、でこの、YouTube、今 YouTube があると分かりませんけども、動画を100年後の人たちが見てですね、当時はこうだった、で今はこう生かそうっていうことが行われてるんじゃないかっていうのって、大変に楽しみになります。当時やはり真っ白の情報発信力が非常に弱いなということを丸田先生まずこう活発されたかと思うんですよね。真っ白イヤーっていう、要するに2010年っていうのは真っ白イヤーの真っ白 の観光キャンペーンですかね、それが行政とともに地元とともに開催されたという中で、丸田先生がコーディネーターっていうかプロデューサーとして招かれて真っ白に来て、そしてその中で戦略を立てられたかと思うんですね。その中で一環としてこの情報発信 の枠組みを作ろうということで、始まったような気がするんですけどね、その時の思いってのはどうでしょうかね、先生ね、今振り返ってみると。そうですね、ですからすごく面白い役どころといいますか、私の実はその丸田家の墓もですね、真っ白にあって、でうちの親父は真っ白で生まれ育って戦争に行ったっていう人物で、真っ白を私も小さい頃に体験をしています。ですから、その古きといいますか、歴史が大切した真っ白ということはよく理解していたつもりなんですけども、そこに2010年というのは面白いですね。インターネットが登場して、20年になって、ようやくスマートフォンが普及を仕掛けていてですね、若い人を中心にスマートフォンを持つようになっていたというような時代の先端になったと。でそこに、そういった技術と、その歴史深い町が出会うことで、なんかやっぱり化学反応が起こるんだろうなと。でそこにその加山さんはじめですね、その歴史を守り現代に生かすという活動されているさまざまな人が一緒になって2010祭り屋を進めてきたの で必ずここで時間を取っていくんじゃないかと話していました。私も会う時にスマホですか、iPhone、これでもって要するに中継ができるよというふうに言われて、初めて買ってですね、やってみたと
なかなかその思うようにはいかなかったんですけども、でも相当やっぱりこう最先端技術を真っ白に投入されたですよね。であの時の本当に今日皆さん関わってきていただいた方々っていうのはやっぱりカメラが好きだったりとか、そういうですね、いろんな真っ白が好きだったりとか、今いろんな人たちがこう関わってきて、でそれがこうみんながこう力を合わせて継続的に発信していける枠組みができたってことは、これはすごいことだなと今改めて感じているところです。いかがでしょうかね。はい、ですから、まあ、400回っていうことが多分証明しているんだと思うんですけども、真っ白の重要な地域資源に なったんだなというふうに思いますし、これがやっぱり真っ白にという街に対してこうインパクトを逆にこう与えていくのではないかなというふうに思います。だから、ぜひ今後もですね、この活動をまずは続けていただきたいと思います。それ以上に、なんていうんですかね、やはりまた真っ白のいろんなこう機会に巻き込まれていくんじゃないかと思うんですね。やっぱり観光地として素晴らしいものを持っているので、観光地として発掘されて、例えばその中国の人がやってくるとかですね、いろんな良い意味悪い意味で地域問題が起こると思うんですけども、そういう時にまたこのテレビ局が活力をする場面がやってくるんじゃないかと思いますし、期待するところ非常にない。はい、ありがとうございます。最近まだまだ真っ白の観光という面で見れば、8年間経ったわけで、その間に真田丸などの放映がありまして、一つのブームにはなりました。真っ白も観光地としての発信力が高まってはきてるかと思いますけど、まだまだ十分に全国に発信、あるいは世界に発信できてるっていうわけではございませんので、そういった面でですね、今後またその真っ白テレビ局を通じながらですね、さらなるこう情報発信がみんなでできればいいかなと、またインバウンドに対しても、英語とかですね、いろんな外国語も入れながらの発信もできればいいかなと、そんなふうにも感じているところですね。はい、ありがとうございます。先生、何か一言ありますか、最後には。いや、はい、皆さん、本当に8年前と変わらず、むしろそれ以上に若くなって、ありがとうございます。みなぎってるな。それ300回の時も話してた、はい、ありがとうございます。素人集団ってよく言われるんですけど、私たちはですね、自虐的に頭に銅をつけてくださいと、どう素人だというふうなことを言うんですが、もう400回やってますんで、解明したいと思います。超素人、素人を超えるという意味の超素人ですね。今流行りの超素人集団ということで、自負しております。1週間も本当にね、1週間じゃない、毎週月曜日、本当今年の1月1日月曜日だったんですけどね、やりましたね、お正月ね、一杯も飲まずに、ね、ちょっと飲んだかもしれません。ちょっと飲んだかもしれません。なんかね、本番中にちょっとこう匂うんでおかしいなと思って、今日やられた表舌が滑らかかなと思って、やっぱり入ってたんじゃないのかなと、お正月です、ね、いうことは思ったことは少しあります。代表何人でしたっけ？はい、ですね、301回から399回まで、はい、168名のゲスト、168名、よく感情しましたね、はい、本当にね、ヨンマさんが数えていやいや、従ってね、100回でだいたい150から160、それから動物も今まで出たことがありますけれども、ね、モモンガとかね、そうですね、よく持ってますね。はい、だから300、600、700弱ぐらいのゲストの方がもう ね、来られてます。代表は松代テレビ局の最初のところに、松代テレビ局とはっていうのありますけど、はい、覚えてますよね。覚えてません。私がね、一番気に入ってるなと思う、気に入ってるのはですね、地域の福祉 を発展させるって、地域の福祉をに貢献するという言葉があるんですよ。でこれは住民ディレクターのいろいろこう教えの中にもありました、人とのこう接すること。僕は福祉というのはそういった人との
何て言うんですか、生き合いって言いますか、そういったこともその福祉の中の一つだというふうに思ってます。で、住民ディレクターのお話の中で、カメラマンとそれから取材される人ということで、1対1でそのコミュニケーションが生まれてくるんだというのがありました。で、これが7月1日から、松代テレビ局始まりましたけれども、11月からじゃあ生放送 やってみようよという発想の中に、取材も大変だし切ってもらっちゃおうという、そういった話も中にはあったんですが、実は我々今感じているのはですね、毎回放送が終わった後、最低でも6、7人のスタッフがおるわけです。で、そのスタッフとゲストの人ともういっぺんに1対6、その交流ができるわけですね。で、準備の時間6時くらいからみんな3、5が集まってきますけれども、本番の7時、それから7時15分生放送終わって、ちょっとお知らせの時間がなかったりはすごい7時25分とかね、30分ぐらいになりますけれども、その後が大体長い時でこう1時間ぐらいみんなこういろんな話をするわけです。で、これ前の200回300回記念の時にもそれぞれみんな感想で話しましたけど、ゲストの人って非常にもう緊張してるわけですよね。我々も緊張するわけですけれども、その生本番が終わった後のその緊張がほぐれてですね、さっき放送でちょっと言えなかったななんていう話をね、オフレコの話っていうのは結構出てくるんですが、これがまた非常に面白いというか、そのギャップがですね、ゲストの方には失礼な言い方になるかもしれませんけど、私らが楽しんでる部分っていうのはあったりすることがありますよね。どうですか、代表。そうですね、いつもね、私もそう思いますよ。やはりこちらの本番でね、お話しできなかったことをね、お茶飲みながらいろいろこう裏話なのをね、お聞きして、ああそうだったか、よかったなっていうふうにいつも感じてますね。毎回漬物誰持ってくんでしたっけ。忘れましたね。忘れましたね。はい、それからもう一つ、ちょっと技術的なことをね、ご紹介をしたいと思います。今日代表の首元、あ、小松さんカメラ映らない、はい、今日私こうやって近くでマイク持ってますのはですね、ワイヤレスマイクを使って、スタジオ中にそれぞれ喋ってる声が聞こえます。そして今日は代表 の首元にありますのがワイヤレスマイクのピンマイクを使ってます。で、やはり大きい会場というか広い会場でこうやるときには、それじゃなくてもピンマイクってそういうシステムですから大丈夫です、見せなくても。このシステムを使うのが一番いいのかなというふうに思ってます。それからもう一つは200回300回からでしたっけ、このメッセンジャーを使って丸田先生とこういうふうにお話をできる。その前は確か LINE をつながりでやってましたので、ちょっと不安定な部分があったと思います。今現在はこれが一番本当はスカイプとかそういったのがいいかもしれませんけど、若干タイムラグがあるような気がするんですね。で、そんな風にやっていきたいなというふうに思ってますし、このメッセンジャーを使うことによって、外からの中継っていうのができるかなというふうに思ってます。だから今年の夏は、おみこしの後をかけていきながら、このシステムを使って、外とつないで生放送の仕組みをちょっとやってみようかなというふうに思ってます。はい、お願いします。はい、はい、言っちゃったね、はい、言っちゃった、はい、やらないわけにいかないね、はい、ということで、はい、丸田先生、最後にですね、また最後のご挨拶をお願いしたいと思うんですが、まだ切らないでよろしくお願いします。はい、わかりました。少しお待ちください。はい、ということでね、あと時間も通常の15分になってしまったんですけども、最後にね、皆様に一言ずつですね、大体松代テレビ局の難しいかもしれませんけども、ご自分で考える松代テレビ局の役割ってのは何だろうな、あるいはですね、地域のために松代テレビ局ができることですね、あるいは、地域の皆様は何を松代テレビ局に求めているんだろうなっていうようなこととかですね、そのこれからのね、松代テレビ局はどうあるべきかというようなことをちょっと含めてですね、ちょっとセレクトしながら一言ずつお伺いできればいいと思うんですけども、清水さんから言ってみますか。
はい。はい。どうですか。また私。はい。何でもいいんですけども、はい、清水さんいつもやっていただいてることね、はい、裏方で本当に精力的に活動していただいてるんですけれども、なかなかいつまでたっても上手にできなくて反省ばっかが多いんですけども、はい、この前も言ったようになんかお茶飲み話で出た真っ白でこうちょっと、園芸的なことをこう常時できればいいな、また地域の真っ白のためになることをなんかもう少し情報発信すればいいな、いければいいなと思ってるんですけども、なかなか、できなくて困ってるんですけども、そんなようなことを、なんかもうちょっと人を寄せられるようなことをができればいいな、自分はできないんですけども、皆さんの、アイデアを集めてできればいいなと思っています。はい、ありがとうございます。それでは酒井さんお願いします。先ほどもと言いましたインバウンドでね、外国の方が来れば外国の方にでもね出てちょっとお話が伺えればまた面白いなと思うし、このメッセンジャーを使ってね中継ができるようにちょっと使いこなせたいと思っております。やはりこう中にいないで外に出ることもやっぱしこれからは必要じゃないかなと思います。はい、さっきお話ししました、はい、そうですね、はい、じゃあ軽く10秒10秒で10秒でまたはい、わかりました。他の方に、はいはい、マルガリータテイコさん。いや、マルガリータでございますけども、このような松代テレビ局みたいなものって他の地域にないわけですよね。それで松代独特の進化というか、400回も数えるほどやっていただきまして、いろんな方が出演されたと、こういう、いわば地域の宝ですね、こういったものをますますこう、伸ばしていく、またICT 技術が発達してますので、いろいろなことで、いろんな、こんなところで中継できるのかというところでもね、できると思いますし、ますます松代の方の生の声を拾っていけるような、でまたいろんな方が参加来やすくできるなんてね、なればいいなと思いますけども、またよろしくお願いします。一個言い忘れてました、丸田先生、はい、ギネスの申請をしたらどうかっていうお話がありました、はい、けれども結構お金かかるんですよね。10万かかるんですよ。でまあ、そのお金の問題じゃなくて、やっぱり我々は例えば申請出すじゃないですか、それで、はい、認定されるかどうかその辺は分かりませんけれども、とにかく一週も休まずにもう400回やってきてるわけですよね。でこれから例えば目指そうともしてもですね、7年8年後でないとこの達成できませんし、我々もずっと記録を伸ばしていきますので、これはもちろん賞そういったことで認めていただくのもあれなんでしょうけども、私らの心の中に本当に、ギネスがあって、でそれを日々毎週更新をしていってるというように自負心があります。多分もう少し美しく臼田さんがまた褒めていただけるかと思ってますのでこのくらいにして、じゃあ次回します。臼田さん責任重いですね。はい、私今年ですね、11月の16、17、183日間なんですけども、全国町並み保存連盟による全国町並みゼミというのを長野松代善光寺を界隈でもって400人くらいの規模で全国から人が集まってきます。だこういったもののですね、やっぱりこうエキスをですね、こう松代テレビ局さん等でもって取材していただいて、でそしてまたそれを全国に発信していくといったようなことの中で、真っ白のこの歴史的な街並みの素晴らしさ、その魅力などをですね、こう発信できるような機会になってくれると本当にありがたいかなと、そんなふうに思ってます。ですからやっぱり真っ白の街づくりや観光とかいうものとうまくリンクしながら、真っ白テレビ局がさらに発展できればいいかなと、そんなふうに夢を描いておるところでございます。はい、よろしくお願いします。はい、じゃあお願いします。私は本当にたまに出演させていただいて、大先輩の、メカに強い方々の中で
お話ししたいことをさせていただいて本当にありがたいことだと思っています。また来月この松代駅舎についてお伝えさせていただきますが、皆さんにまたお世話になりますが、よろしくお願いします。また駅舎についてお伝えするので視聴者の方々も、お聞き、いただければありがたいと思います。三田さん。はい、今長尾さんおっしゃった通り、来週再来週ですね、一応私はパーソナリティで、長尾さんにはね、駅舎の形をちょっとお聞きしようかなというふうに思ってます。で、まあいろんなですね、真っ白でいろいろと動きがありますので、その動きに対してですね、やっぱりなんですかね、真っ白しゃべくり真っ白に出ていただくような形、これはまあやっていこうかなっていうのはありますし、先ほども言いましたけど、技術陣の方ではですね、いろいろとこの新しいのを取り入れて、どんどんですかね、やっていただけるっていう形なので、それはそれで何ですかね、いろんな形で、新しいものを取り入れて、楽しみながらやっていただければいいかなっていう。お金はうんとかかるっていうあれじゃなくて、やっぱりそこは皆さん分かってて、そこそこの値段で頑張ってやってるっていうのがありますのでね、それはちょっといいかなっていうふうに思ってます。引き続いてまた技術陣でよろしくお願いいたします。はい、はい、ありがとうございます。宇佐田お願いします。本当に皆さんのお話聞いているとまだまだやりたいこと、挑戦してみたいことがたくさんあるんだなって今日思いました。で、松代テレビ局始まって8年、しゃべくり松代は400回、それからインターネットに載ってる動画は1200本ぐらいというふうにお聞きしております。これは本当に皆さんの丸田さんがさっきおっしゃってたように財産になりますし、本当に無理をせず楽しみながらやっていただきたいなっていうのを思いました。でもなんか皆さんそんな心配はなさそうだなっていう感じもするんですけれども、でその楽しみながらこう松代の住民の皆さんがどんなことをこう見たいなと思ってるのか、前取材した時に地域のスポーツ大会か何かの映像がすごく動画の視聴回数が多かったっていう話とか、東日本大震災の時の松代の揺れの再生回数が、撮ったものの再生回数が多かったっていうのをお聞きしました。だからその地域のこと、自分の住んでるとこのことって皆さん興味があるんだな、関心があるんだなっていうことを思いましたので、もうそれは住んでる皆さんが発信してるものなので私が言うことでもないんですが、皆さんが何を見たいかっていうことを大切にしていただけたら嬉しいなっていうのと、あとは皆さんがこう伝えていきたいこと、発信していきたいことっていうのをパワフルにこれからもどんどん発信していってほしいなと思います。本当に500回、600回、1000回皆さんの活躍を期待しております。はい、ありがとうございます。それでは小田さん、最後に一言先ほど申し上げました、展望とかですね、しゃべくり松代の話ですけども、もう少しですね、町のですね、おじいさんおばあさんをですね、呼んでいただいてね、もう少し昔はこうだったんだよっていうのに、昔話をですね、もうちょっと入れて参考になると、これからね、歴史が刻むにはこういうのを入れたら方がいいかなと思っておりますので、ぜひ計画をお願いしたいと思います。はい、はい、どうですか。はい、それでは二本さん、丸田先生今つながりますか。つながってますか。はい、丸田先生、先ほどこのね、加山さんともお話出たんですけども、松代テレビ局が発足の時にですね、特に、丸田先生には本当にお世話になりまして、松代テレビ局があるのは丸田先生のおかげと言っても過言じゃないかと、こんなように思っております。そんな意味でですね、全体的な意味でですね、その松代テレビ、これからこんなことをしたいんじゃないかとかっていうような一言、その将来の展望についてですね、何かありましたらちょっと一言二言お願いできればと思うんですけども、いかがでしょうか。ギリス2世については、何ですかね、例えばその500回に500回という節目を設定してですね、さまざまな方々の
通信両面で応援をしていただければいいんじゃないかというふうに思いますし、多分申請の仕方をきちっとすると、リレース間違いないなというふうに思いますので、挑戦してみたらどうでしょう。また言わせてください。はい、わかりました。先生、またあとですね、はい、やはり若い人に参加をしてもらいたいっていうふうに思いました。津田さんはじめて多くの若者を巻き込んでいくっていうのが大事なんじゃないかなというふうに思いましたので、そこも大変かもしれませんけど、やっていっていただければというのも。あ、そうですか、ありがとうございます。こちらにいらっしゃるね、臼田さんみたいな若い方でね、これからずっと一緒にやっていただければね、もっと嬉しいと思いますけど、またあれ先生もぜひ末永く、ご指導いただきたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、それでは日頃はね、いつも足んなくなってしまうんですけど、あと5分ぐらいあるんですけれども、最後に一言ずつ何かちょっと言い忘れたというような方いらっしゃいました。どうですか、加山さん、三田さん、何かありますか。三田さん、何かありますか。さっき臼田さん言ってましたけど、やっぱり楽しみながらやるっていうのはね、私も楽しいで、新しい人が来て、ね、お茶飲む、これからまたお茶飲む、でもやっぱり新しい情報が出てくる、ね、本音が出てくるっていうのがあるじゃないですか。で、次の時にまた新しい人来る、でこういうつながりがね、だん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 出てくるんだよね。やっぱり私どものこの町歩きセンターもそうだけど、松代テレビも同じで、やっぱりこのつなぎっていうのがね、必要かなっていうのがあるんですね。うまく活用できるかなと。はい、そうですね。また今丸田先生からお話のあった若い人の参加をどうするかっていう課題で、結構ね、そういう技術を持ってたりとか関心のある人はいるんだけど、何やってんのかな、それが取っかかりがないとちょっと入りづらいかっていうのがあるんで、そういう人たちにこっちから積極的に声かけて一緒に参加してもらうような機会をこれから作っていければもっといいですよね。はい、そんな感じです。ありがとうございます。他にどなたかありましたら、丸田先生も他にはどうでしょう、一言ありますか。特に私ですか。はい、いい曲も流れてますけど、バックグラウンドミュージックもいい曲流れてますんで、いかがでしょうか。1000本以上あるアーカイブの整理もですね、やっていくと二次コンテンツっていうんですかね、すごく面白いものができるんじゃないかっていうのを思いました。はい、ありがとうございます。それでは、最後にね、最後の一言ずつを順番に言ってみたいと思います。清水さん、何かありますか。最後に一言、また嫌だですか。はい、はい、清水さん、ね、今日は時間ね、あと2分ほどありますんでね、いつもはないんですよ。はい、少しでもレベルアップできるように頑張ります。はい、ありがとうございます。よろしくお願いします。はい、はい、お願いします。見て楽しい、聞いて楽しい番組ができればいいなと思うし、それを目指していればいいなと思います。はい、ありがとうございます。はい、長い間お世話になりました。400回を最後にこれでと思ってたんですけど、あと100回頑張らないとね。500回は2020年の5月です。オリンピックの年でございますので、まだまだね、お松さん90までいけるんだから全然大丈夫ですね。そんな具合でまた来週もお知らせは後でありますけど、よろしくお願いいたします。はい、はい、マルガリータ、はい、なんか一言あったらいいですか。大丈夫ですか。はい、はい、はい、いいですよ、あと1分しかないんで、はい、はい、ゆっくりですよ。はい、ゆっくりですよ。あ、言ってください。はい、こちらはいいです。はい、はい、本当にこういう楽しみ皆さんと一緒に番組ができてとても幸せだと思います。この幸せをまた永遠に投げていきたいと思います。先生さっきおっしゃったように若い方も声もますます楽しくなりますので、ぜひその方向でできればなと思います。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。何かありましたら、いいですか。はい、
あともう時間も残り少ないんですけども、私ども松代テレビ局はですね、いつも申し上げておるんですけども、本当に本当のテレビ局ではできない、本当に地域に根ざした放送ですね。やはりいつもこれも申し上げておるんですけども、2分ですね、はい。見たいというか見る人がいれば、見てくれる人が一人でも私たちはぜひ放送したいと。でよく言うんですけども、おじいちゃんおばあちゃんがですね、自分の子供の姿を活躍している姿を見れないと、私は見たいんだけれども、子供の活躍している姿をぜひ見たいというようなことがありましたらですね、その子供さんの活躍している姿を、動画に撮りまして、そのおじいちゃんおばあちゃんのためにもう放送したいと、こんなふうにいつも思っております。ですから本当に町のテレビ局は本当に小さいことでも、本当にもうこんな些細なことでも放送したいという大きな夢があります。そんな大きな夢に向かって、これからも先ほど言いましたけれども500回、600回、1000回、1万回と、進めて、言い過ぎたですね、1万回じゃなくて9500回ぐらいまでですね、いいかと思うんですけどもね、はい、そんなくだらないことを申し上げております。それでは何か最後にありましたら、何かいいですか。はい、それでは、これで終わらせていただいていいでしょうか。はい、丸田先生いいでしょうか。はい、はい、はい、いいですか。はい、それでは、400回記念ありがとうございました。はい、ありがとうございました。あれしちゃうからね。はい、三田さん、よかったね。よかったね。よかった。ようやく無事終わりましたね。はい、400回。ね、400回ね。ということで、はい。401回ね。401回。何でしたっけ、ちょっと忘れちゃった。安川さんってことでやるんだよ。忘れちゃった。やだね。見なきゃ忘れちゃった、うん。私の青春時代って、はい。そうですね。なんか歌手みたいだね。はい、歌手ではないんですけどね。うん、当時松代高校出身の方で、今長野市の8階ですね。獅子島というところをね、チーフマネージャーされてるんですよ。でその方が、松代の思い出ですね、高校時代は素晴らしかったと。吹奏楽部で何でしたっけ。フルータ、フルートフルートかな、うん、すいません、長瀬さん、まあ、楽しみにね、忘れちゃった、楽しみ、ケイナじゃないね、ケイナは私です、はい、ケイナなんて言われちゃったから、はい、確かにフルートだったんですけど、ね、長島美奈子さん、美奈子さんですね、野球の方じゃないですよ、あの方は長島美奈さんなんですね、この方は長島美奈子さ ん, 子さん、はい、高校時代ですね、いろいろその吹奏楽部でいろいろところに遠征してですね、うん、野球部の皆さんをね盛り上げたというようなお話を中心にですね、松代もちょっとね、当時のその長いスカートでね番長みたいな格好してね、割烹したっていうようなお話もね、多分いただけるんじゃねえかと、まあ、私もね、この長島さん出ていただくのね、本当に楽しみにしてるんですよ。そうかな、はい、そらそら、来週はね、ぜひね、はい、その吹奏楽部とその長いスカートでカッポしたというようなお話も含めて、それ写真もありそう、写真もあるみたいですよ、ちょっと写真持ってくるように言ってくださいね、ちょっとね、最近ちょっと忙しくてお会いできてないんですよそうです、また、はい、写真持ってくるように、はい、伝えておきますので、はいはい、ぜひね、来週のしゃべくりますよ、はい、楽しみにしていただきたいと思います、はい、じゃあそういうことで、はい、よろしくお願いします。いつも通りですね、はい、
来週のしゃべくり松代をどうぞお楽しみに。はい、お願いいたします。